下面我会就是分别基于咱们就是 FI 的内容展开细节的讲解我们的对应的方案以及我们的能力。ここからは RFI の各回答要望に従って各機能ごとに詳細の説明をしていきます。第一部分是基于艾德利亚的，就是采购进货模块的分析跟能力的展示。まず一つ目の部分が、仕入れ購買の部分の RFI に基づいた分析と、それに対する対応案についてです。主要包括代销业务、出入库业务、经销权等等流程。その中には、消化仕入れの部分であったり、入出庫の業務についても含んでいます。这是我们基于 Atelier 的，就是FI 里边的进货采购模块的一些分析。我们的智能运营中台 OMS 当中自带了就是采购供应链的管理。这个图片可以看到这一块的供应计划，从采购就是出入库的一些功能都是立制的，然后为将来跟我们艾德尼亚自建的 SCM 系统可以进行联合打通，加强这部分的能力。仕入れの部分に関して、RFI に基づいて機能の確認をしたところ、すでにもともと持っている機能の中で対応できるということで、実際の画面の中のメニューを見ていただいても、必要な機能というのが揃っているのが分かると思うんですけども、この中でサプライチェーンに関する部分は、供給計画という機能の中で網羅するようになっています。で、今後のアダストリア側で開発をしていく VMP の仕組みに対しても連携をしていくことで、一体的に管理ができるようになっていく見込みです。这是我们立志的，就是基于采购、出入库分仓的流程，几乎就是跟我们的流程比较就是对等以及靠近。こちらはアダストリアの仕入れ購買のフローになるんですけども、このフローについては、基本的にショップエクスさんが持っているパッケージでの想定しているフローに一致するものとなっています。打通了就是采购单到 OMS 再到仓库 DMS 之间的链路，便于后面的一体化的管理。発注から OMS、WMS まで、実際のサプライチェーンの流れ、業務フローに従って業務が流れていって、その後の一体化した在庫管理につながるようなフローとなっています。可以延展到对线下门店的，就是供应链的支撑，也就是我们天然的就是中台业务是覆盖，就是仓库、门店以及就是跟直营跟经销的业务。この倉庫業務に関しては、リアル店舗を含んだ在庫の保管場所、供給場所としてもカバーをしていて、一体化した管理ができるようになっているのと、で、今後の代理商の展開にあたっても、同じく在庫の管理を一体化できるようになっています。具体的流程我们可以看一下，我们也针对性的将这一部分的流程就是做了特殊的展示。こちらは、アダストリアのフローに合わせて、フローを個別に作ったものになります。蓝色的部分就是从代销的销售订单汇集到采购计划，再把指令发到汇总到我们 SCM 系统进行采购单的生成，再打通就是我们仓库的就是收货入库，整个业务流程相对还是比较完善跟标准化。アダストリアの業の部分が、まず紫色のところから販売のオーダーが、これ消化仕入れの場合なんですけど、販売のオーダーが入ると、オーダーを集約して、で、仕入れの計画